衆議院議員総選挙とは、日本の選挙である。日本国の下院である衆議院の議員を選出する。衆議院は全国民を代表する、選挙された、衆議院議員で組織される。任期は1期4年であるが、任期途中での衆議院解散の場合にはその期間、満了前に、任期は終了する。なお、衆議院議員総選挙は解散及び任期満了に、 起因する者の,のみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は、総選挙には含まない。日本国憲法下では、衆議院解散による総選挙は、衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行う。一方、任期満了による総選挙は、任期満了の日から全30日以内に行う。 任期満了による総選挙の期間が国会開会中、または国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う。また党規定により任期満了直前に解散をすることによって理論上は投票日が任期満了後となることもある。ちなみに日本国憲法下で 人気満了による総選挙を実施したのは、三木内閣寺の1976年12月5日に行われた第34回だけである。通常、総選挙とは、衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり、参議院議員の選挙は3年ごとに必ず実施かつ半数ずつ改選するものであるから、通常選挙と呼ばれる。公職選挙法31条も総選挙を 任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙をさすごとして用いている。ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の総選挙については、道場が国会議員の総選挙の施行を公示することと規定しており、衆参問わず各議員の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を 天皇の国事行為として定めた趣旨であると返されることから憲法74号の総選挙には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である。公職選挙法により衆議院議員総選挙の期日は少なくとも12日前に公示しなければならないとされている。選挙は投票により行う。衆議院議員の選挙においては 小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する。衆議院議員総選挙の選挙事務の管理については、特別の定めがある場合を除くほか、小選挙区選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会が管理し、比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会が管理する。選挙権、非選挙権、 選挙方式の詳細については、次節以下参照。参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院が解散されて、衆議院議員総選挙が行われることになった場合は、衆議院選挙と参議院選挙の両方の選挙を同時に行う。選挙された衆議院議員の任期は4年である。衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算するが、 人気満了による総選挙が衆議院議員の人気満了の日前に行われた時は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。衆議院解散による衆議院議員総選挙が行われた時はその選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。衆議院解散による総選挙後に召集された国会を特別会という。一方、 任期満了による衆議院議員総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。ただし、その期間内に上会が招集された場合、またはその期間が参議院議員通常選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない。なお、衆議院議員総選挙の際には同時に、最高裁判所裁判官国民審査が行われる。 衆議院議員及びその選挙人の資格は法律で定められる。選挙権非選挙権小選挙区政小選挙区の分布比例代表制、比例代表ブロック事務経費衆院選では毎回700億円前後の事務経費が国の予算に計上される。第2本帝国憲法下においても衆議院は選挙法の定めるところにより、公選議員により組織することと定められ、 それを具体化する法律として、衆議院議員選挙法が定められていた。衆議院解散の場合には直名を持って新たに議員を選挙し、解散の日より5ヶ月以内に、これを招集することと定めていた。なおこの直名は、法令形式としての直令ではなく、召書により行われた、選挙権日本市民の男子で、年齢満25歳以上選挙人名簿調整の期日より、 前満1年以上その府県内に本籍を定め、居住し、引き続き居住している、選挙人名簿調整の期日より、前満1年以上その府県内において、直接国税15円以上を納め引き続き、納めている、帝国新民たる男子で、年齢満25歳以上選挙人名簿調整の期日より、前満1年以上その選挙区内に住居を有し、引き続き有する、 選挙人名簿調整の期日より、全万一年以上地祖10円以上または、万2年以上地祖以外の直接国税10円以上、もしくは地祖と、その他の直接国税等を通して10円以上を納め、引き続き納めている非選挙権1946年4月10日の第22回衆議院議員総選挙が、第2本帝国憲法下での最後の衆議院議員総選挙となり、 1947年5月3日に日本国憲法が施行された。1947年4月25日の第23回衆議院議員総選挙は日本国憲法下での初の衆議院議員総選挙となったが、この選挙は衆議院議員選挙法の下で行われた。なお、その後、1950年の公職選挙法施行により、衆議院議員選挙法は廃止となった。 一票の格差の判断について最高裁判例では、著しい不平等状態の有無その状態が相当期間継続しているかの可否を判断基準とし、1に定職している場合には、意見状態、1と2の双方に定職していれば、意見として結論を導いており、意見判決を取る場合には選挙の効力について、さらに判断を行う。ありがとうございます。